眼科医の平松です。今日はすごく緑内障患者さんにとって僕は一番大切だと思っている考え方というかな、ことをちょっとお話ししようと思います。それはあなたの人生にとってその治療って本当にいいことなのかっていうことをよく考えてほしいってことなんですね。何かちょっと難しい話なんですけども、一言で言うとですね、治療しない方がいいこともあると、簡単に言うとそういうことです。要は手術とかが一番わかりやすいですね。手術して例えば視野が進行が止まったと、それいいことかもしれないけれども、手術することによるゴロゴロとか不調とかがあってすごく嫌だなっていう人生を感じるんだとすると、10年後20年後見えなくなったとしてもそっちの方が幸せって人もやっぱいるんですよ。で、実際に私の患者さんでも絶対手術はしたくないって言って、で失明しちゃうと思うけどいいんですかって言って、もう納得の上で手術じゃなんなり治療しないって患者さんもいます。で、そういう患者さんはじゃあ後悔してるかっていうと、あ、やっぱり手術しないで様子見てよかったって言います。で、正直これすごい難しいんですね。なんでかっていうと、そういうふうに手術をしないで様子見てくださいって患者さんって大抵結構怒られるっていうかな、失明してもいいのかって怒られて、で流れ流れて打ち来ることも結構多いんですよ。なぜかというと、やっぱり医者としては見えるものを最大に守ってあげたいっていうのが医者の基本的な考え方だし、まあ、それが間違いではなくていいことなんですけども、じゃあ見えれば人生幸せかってところもあるわけなんですよね。特に緑内障で、まあ、見えるために目薬するのは大切です。で、そのために失明しますよ失明しますよって脅して患者さんを不安にして目薬をしてもらうっていう方法もあるんですよ。見えるだけで言うと間違った方法では正直言うとないと思います。じゃあ仮にそれで見える確率がちょっと減った 10% 減ったとしましょう。じゃあ目薬し始めて20年30年毎日不安で夜寝るときに明日失明するかもって心配しているとすると、それって本当に幸せなのかなって僕は思っちゃうわけなんですよね。そこは難しいところで、見えるだけを優先するのが申し訳ないけど今の医療の現実なんです。私の考え方の方がむしろちょっと特殊なのかもしれなくて、医者としては見えることを最大化するのが基本であるっていう風な考え方をすることが多くて、例えばそれで様子見てて一応患者さんと話し合って、じゃあなるべく目薬はしたくない自然派の方とか、やっぱそういう方もいらっしゃいますし、手術はなるべくしないでと、それでも進行してしまうと、で一応私との中で話し合って納得した患者さんってやっぱりいる。じゃあって言ってたまたまどっかで診療を受けたり哲也先生と話をして、え、なんでこれで手術してないのって話になることあるんですよ。いやいや、分かってるんですよ。いや、本当は手術した方が進行しづらいのも分かってんだけども、話して、まあね、あなたの人生にとって手術をするデメリットとメリット、そして話して失明する確率を下げることよりは人生を良くしましょうよって話で一応言ってたんだけど、そう言われるとね、結構不安になるんですね、患者さん。でですね、やっぱり、いやー、何々先生にこんな感じで言われちゃって、で私としてもそう言われちゃうとやっぱり本当は納得してたんですけど不安でっていう感じで、やっぱりじゃあ手術しましょうっていうこともあって、でそうなった時僕も迷うんですよね。もっと私が強く言ってた方が良かったのかとか、で難しいです。正直言うと難しい、答えがないんだと思います。だからこそ医者はあんまりそういうこと考えないで最大限の治療をすればいいっていうのが現在の正直言うと スタンダードな考え方だと思います。でも私は本当にそれが正しいかっていうのは非常にこう迷ってるところなので、あなた自身はよく考えてほしいんですね。見えないことだけが重要なのか、それによって辛い思いもするわけじゃないですか。手術なり目薬だって毎日することも大変ですし、まあ、かぶれたりとか充血したりとか嫌なこともあるわけじゃないですか。目がくぼんだりとか、じゃあそこを含めて本当に何がいいのかっていうのを考えるってことは、まあ、悪くない大切なことなのかなと思ってます。正直言うとこの話結論や答えが出てるわけじゃないんだけど、結論を変えて言うとすると考えてほしいってことなんです。で、そして医者は大抵見えることだけを最優先する人の方がほとんどであるっていうのが現実。あなたの人生まではさすがに考えられないことが多いので、あなたの希望と沿った治療とはならないことが結構多いってことですね。だからこそ、まあ、よく自分で考えて、
話をした方がいい。で、なんで医者がそうするかっていう一つね、大きい理由があるんです。なぜかというと、例えばあなたの眼圧がそうですね、18だとしましょう。で、目薬一生懸命してそれでも16ぐらいまでしか下がらないと。で、じゃあ手術考えましょうと。で、手術をすれば、例えば眼圧を 30% 以上下げれば、視野が欠損する確率を何パーセント下げられるみたいな話っていうのはあるんですけれども、じゃあ手術をして眼圧を下がったら私失明しないんですかって質問はイエスじゃないんですね。眼圧を下げても失明する可能性がある。じゃあ一方で眼圧下げなきゃ私絶対失明するんですかっていうと、これもイエスじゃない、ノーなんです。つまり眼圧を下げなかったんだけども実際はあんま視野悪くならなかったねってこともある。今だんだん悪くなってるけどあるポイントで実際止まっちゃうって人もゼロじゃないので、だからちょっと難しい。一応こうだんだん悪くなる、MD 値っていうので、大体何年ぐらいで見えなくなりますよっていうのを推計は大体できるんですけれども、まあ、それも新しい目薬が出て状態が変わるってこともありますし、レーザー治療が新しく出て状態が変わるっていうこともあるので、今の現状の医療のままずっといった場合って話しかできないんですね、うん、難しいなっていうのは正直あって、私は患者さんの状態を見て話を聞いてこうした方がいいのかなっていうのを一応ご提案はしているっていうのがやり方です。で、あなた自身も本当にその治療をすることがあなたの人生にとっていいのか、要は目さえ良ければいいんじゃなくて人生を良くするっていうことを考えての治療をちょっと考えていただければなとは思います。もちろん私も完璧にできてるわけじゃなくて、結局まあ本当はこうしてほしかったって患者さんがきっと思ってることもあるんじゃないかなとは思います、思うんだけども、まあ、よく考えた治療をしてほしいと思います。今日は、緑内障治療をする上で、まあ、最も大切だと私は考えている、まあ、人生自体をどう考えるかっていうことのお話をしました。